どうも、くにさんです。今回のね、動画なんですけども、今日は9月の15日になりまして、私が住む栃木県はですね、緊急事態宣言が出てる最中ですので、旅行はね、行けない状況です。そこで今回はね、部屋の中から撮影していこうかなと思ってるんですけども、今回はね、まず私が1点ね、ちょっと気になってる部分がありまして、それをね、皆さんに共有していけたらなと思いまして、今回動画を撮ってます。サムネイルをね、見た方はすでにね、内容わかるかと思うんですけども、旅行サイトあるじゃないですか。じゃらんとか楽天トラベルとか、そういう旅行サイトでね、パックツアー、こういうのがあると思うんですけども、これがね、単独でね、宿泊と飛行機を単独で取った場合、それとこのパック、宿泊とね、航空券、これがセットになったパックプラン、このね、2つのやつがね、金額どっちがお得なんだろう、パックプランというものはね、実際本当に安いのか。私はね、このパックプランというのは使ったことないので、毎回ね、北海道の新千歳空港だったり福岡空港、あとは沖縄のね、那覇空港、石垣空港、今まで行ったところはバラバラでね、宿泊単独で取って、また航空券はね、航空会社のサイトに行って取ってという形で、今までそういう形でバラで取ってたような形だったので、今回ね、このパックプラン、まあツアーですね、私が今まで取ってた単独のものとこのパックのプラン、どちらが安いのか、本当にパックというものは安いのか、これをね、皆さんにね、共有していこうかなと思ってます。そこで今回ね、3つをね、比較という形でやっていこうかなと思ってるんですけども、まず1つ目なんですけども、まず1つ目は ANA にある国内ツアー、これですね。これは ANA の航空会社がプランとして行っている航空券と、そして宿泊ですね、このセットになった国内ツアー、まずこれが1つ目になります。そして2つ目はですね、じゃらんパック、じゃらんさんが提供している宿泊と航空券のセットのじゃらんパック、これが2個目になります。そして3つ目はですね、バラで取った形です。今回はね、航空会社を ANA、 これに縛りを入れまして、そして宿泊先なんですけども、これはね、同じ宿泊先を選定するという形で、 ANA と同じ宿泊先、このセットのプランですね、これをですね、 ANA 国内ツアーの場合、じゃらんパックの場合、バラで取った場合ですね、この3つをね、金額どれが一番お得なんだろうと、これをね、確認していこうかなと思ってます。はい、まず最初はですね、 ANA の国内ツアーの方をね、確認していこうと思います。まずはじめに航空券の方をね、確認していこうと思います。まずこちら、行き先ですね、の搭乗日なんですけども、こちらはですね、とりあえず12月の10日のこの金曜日ですね、これをクリックします。そして出発地、これをですね、羽田空港、到着地の方ですね、こちらはちょっと沖縄の那覇にしますか。はい、そういう形で設定しました。で、大人は1名、これで確認していこうと思います。そしてですね、右側の方に宿泊の方が選択できますので、こちらの方もね、選択していこうと思います。宿泊地の方ですね、那覇にしますかね。はい、そしてチェックインは12月の10日、出発した時の夜ですね、泊まりまして、翌日チェックアウトで、チェックアウトしたら帰りの便でその日に那覇空港から羽田空港へ帰ると。今回はね、この設定で行こうと思います。これで検索をします。で、このページになりましたので、また同じようにね、検索ボタンを押します。そうしますと、フライトの便ですね、と帰りが選択できる画面になりますので、行きはですね、一番早い最初の便ですね、この6時15分発の便に選択をします。そして帰りの方の便はですね、こちらのですね、21時20分、夜の9時20分ですね、これに選択しようと思います。そして下の方に行きますと、ホテルをね、検索できる条件のページがありまして、で、その下にね、チェックイン日の12月10日からチェックアウトの11日に宿泊できるね、ホテル関連宿泊先が表示されてます。はい、こんな感じですね。今回はですね、沖縄かりゆしリゾートエグゼス那覇ですね、こちらの宿泊先をね、選定しようと思います。それとこのタイムセール朝食付きですね、ツインルームのプレミアツイン、こ
こちらをね選択しようと思います。これはですねフライトの航空券の料金とプラス宿泊するこの場所の宿泊する料金の合計の金額がお一人当たり 47,300円という形になってますね。これを選択したいと思います。そして最後の方に行きますとねこういう形でスケジュールが記載されているページで最終的なね金額が掲載されているページに移ります。予約内容確認っていうページですね。今回選択した航空券それと今回選択をした宿泊先こういう組み合わせの場合ですと 47,300円という金額になります。まずねこの ANA の国内ツアーで選択した金額は 47,300円。この内容ね今度はジャランパックそれと次の方はですねバラバラで選択をした場合そちらの方でね確認をしていこうと思います。この金額ね皆さん覚えておいてくださいね。はい次はですねジャランさんのジャランパックの方で確認していこうと思います。こちらのねここがジャランパック、ここを押しますとこのページに移ります。で下の方に行きますと JAL と、まあ、宿泊っていうプランとあと ANA と宿泊というプランがあります。まあ JR とね宿泊というプランとかまたねプラスでレンタカーをね付け加えた場合こういう場合の内容も選択できるんですけども今回はね ANA の航空券と宿泊という形なのでこちらをね選択していきます。そして旅行期間こちらね12月の10日ですね。そして翌日12月11日が戻りという形ですね。で利用空港は羽田空港でこちらが帰りの便は那覇空港ですね。はい。で、一部屋で大人1名という形で選択、検索ですね。はい。していきます。で、このページに移りました。行きの便は461便、6時15分発ですね。で、帰りの便の方が21時20分。こちらですね。選択します。でこの状態で下の方に行きまして次はですねホテルの選択の方になります。那覇空港1人でホテルですね。で食事タイプを朝のみ朝食のみにして再検索します。そして宿泊先の方なんですけども ANA の時にも選択をしていたこの沖縄かりゆしリゾートですね。こちら選択してましたのでこちらを選択していこうと思います。そしてこのページになりまして今回選択しますのはねこのジャラン秋セールの一番上ですね。このツインのプレミアツインですね。これはですね航空券と宿泊の費用の合計金額それがですね 47,500円という形になってます。これを選択していきます。そうしますとこの画面になりまして代金の方がここに出てきましたね。今回のね ANA の航空券の金額とこの宿泊先ですねこの合計の金額が 47,500円ですね。はいこの金額になります。今回のこのジャランパックで取った場合は 47,500円そして ANA の方は 47,300円だったので ANA の方がね200円安いというのはねこの時点で分かりましたね。 ANA とジャランパックだと200円の差なのでまあそんなね大きな金額の差はないっていうことがねこの時点で分かりましたね。それではですね次はバラで買った時その時の確認をねしていきたいと思います。はいまずはですね航空券の方を選択していこうと思います。出発地は羽田で到着地は沖縄の那覇ですね。行きを12月の10日の金曜日とで帰りはこのままで OK ですね。1名、はい、検索する。そしてフライトの時間ですね。まず行きの便はとりあえずスーパーバリューで一番安いやつを選びますか。スーパーバリューの75 13,810円の6時15分発これですね。で帰りの便を選択します。で帰りの便も同じくスーパーバリューで21時20分ですね。この9110円ですね、はい、これを選択します。で確認画面、はい
これでね、行きと帰りの金額の合計金額が出ました。航空券の場合ですと 22,920円ですね。次はですね、じゃらんさんの方を使って宿泊先選んで金額を見ていこうと思います。それではですね、じゃらんさんの方で宿泊先選んでいこうと思います。沖縄なので、沖縄の那覇ですね。で、那覇で、ここも那覇を選択しまして、宿泊日を12月の10日ですね、金曜日。それで大人1名、そして食事をこちらですね、朝食のみで選択します。部屋のタイプ、プレミアムツインですね。今まで選択していたのでツイン、そして宿タイプをホテル、はい、これで閉じまして、再検索。そうしますと宿泊先の方がですね、下の方に出ますので、今まで選択していたホテルですね、それを選択していこうと思います。はい、こちらですね、沖縄かりゆしリゾートですね、これを選択していきます。そして空室検索予約、こちらをクリックしまして、こちらね、先ほど設定したままの状態になってますね。その状態でちょっと下を見ていこうと思います。そうしますと、こちらのじゃらん秋セール、こちらのプレミアムツインですね、18,600円ですね。これが一番安いので、これを選択していこうと思います。他のやつもね、多分プレミアムツイン、これと変わってないと思いますので、これですね、はい、選択します。そうしますと、最終的にね、全部の内容が表示されてる画面になりましたので、今回のね、このプレミアムツイン、単独でじゃらんさんで設定しましたら、最終的なお支払いの宿泊の料金、こちらが税込みサービス料込みで 18,600円、今回のね、バラで宿泊予約した時は 18,600円という形になります。そうしますと、今回のね、宿泊する料金 18,600円にですね、こちらのね、 22,920円の航空券の金額を合計しますとですね、宿泊費 18,600円、それにプラスしまして 22,920円ですね、はい、合計しますと 41,520円。お、一番最初にね、 ANA の国内ツアーで行った時の金額、これは 47,300円、そして2個目のジャランパックですね、それが 47,500円だったので、今回のバラで注文した時はですね、 41,520円なので、このバラで注文した時の方が一番安いっていう金額が分かったと思います。意外ですね、これはちょっとびっくりですね。しかしながらですね、今回設定したこちらのね、じゃらんさんで宿泊単独で取ったやつがですね、このじゃらん秋セールというね、まあこれキャンペーンですね、金額になってますので、これが 18,600円だったので、これをね、通常の料金だといくらぐらいの金額になるのか、ちょっとその部分ね、確認していこうと思います。はい、こちらがですね、通常料金の価格の一覧になります。一番下の方がですね、このプレミアツイン、今まで選択したものなんですけども、通常料金ですと 46,000円、1泊の料金になります。この上にね、 18,600円と、さっきの秋セールのやつの金額だったので、こっからですね、通常料金ですと 46,000円、いやー結構金額高いですね。価格差の方なんですけども、左手こちらのね、電卓のやつ見ますと、まあ価格差 27,400円になります。今回のね、この金額 46,000円と、最初にね、 ANA の方で航空券設定をしていた金額、その組み合わせの合計金額で見てみましょう。こちらがですね、ANA の先ほどのバラで選択をした金額 22,920円ですね。これで宿泊先が通常料金の場合が 46,000円だったので、合計しますと 68,920円になります。この場合、通常の宿泊料金の場合ですと、断然 ANA のパックのタイプと、ジャラのね、ジャランパック、そのパックプランの場合の方が全然お安くなってるというのがわかります。なのでね、今回この秋セールというね、宿泊の料金がですね、かなり安かった。まあそういうことがあったので、今回はね、バラで購入した方が一番ね、お安い形でお求めになれるということが今回分かったかと思います。今回ね、確認した内容はこれで以上となります。はい、今回のね、動画いかがだったでしょうか。
今回の結果はね、バラバラでね、購入した方が一番安いというね、結果になりました。しかしですね、今回このバラで購入したうちのですね、ジャランさんのね、プランがジャラン秋セールというね、秋のね、キャンペーンセールみたいな形の金額になってましたので、これが一番ね、安い金額だったので、最終的にね、バラで購入した方が安いという結果になった。まあそういう形になってます。通常のね、宿泊の金額でしたら、このパックプランの方が断然安い、まあそういう形になってますので、今回の結果ね、面白い結果になってました。パックプランだから絶対に安い、そういうことじゃないっていうのがね、分かりましたので、この金額ね、一番安い金額はどこなのかっていう、まあそこをね、確認する際はですね、そしてバラのね、購入した金額、これをね、両方ちゃんと確認をしてね、一番安いところで買いたい場合は、そういう形で全部ね、チェックするような形で検討してみてください。それではね、今回の動画は以上となります。今回の動画が参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価、それとね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。